ペットモンスターバイオレット。はい、どうも、あじまです。久々にバイオレットを開きました。一応ね、今日9月13日に、なんかダウンロードコンテンツがね、配信されるっていうことでずっと待ち構えていたんですけど、まあ、ちょっとね、新しい冒険を始めるにあたって、なんかね、まず報告しときたいのが、私の見た目がだいぶ変わってしまったということ。ポケモン実況を見てくれた方だと、ある程度、あれ違うくねっていうことに、多分察してる方もいると思うんですけど、だいぶね、金に物言わした服装とか、いろいろしてきてるので、その辺は、私ね、元の、あれどうやって作ってたかもわかんなくなっちゃったので、すいません、もうこれで行かせていただきます。で、新しい冒険を始めるにあたって、ちょっとね、パーティーをどうしようかまだ迷ってるんですよね。一人だけ連れて行こうかと思ってるんですけど、パートナーをね。いやー、まだね、今厳選してるの3人で迷ってるの、まだ。追加コンテンツ。これですね、アイテム確認。お、ニュー制服セットだって、ちょっとこれ。お、ちょっと新しい制服着たい。あ、何これ。あ、こんな感じなんだ。私初めてかも、こういうのもらうの、ポケモンで。見してみ。なんか制服っていうのは、その今回がそれこそなんて言うんだろう、こう合宿というか、なんかそういう感じだよね。なんか YouTube ですごい CM 出てくるけどさ、着替えたいんだけど、違う、おいでじゃない、これカメラじゃない。どんな、あーでもなんかあんま可愛いっちゃ可愛いか。あ、春可愛いじゃん、夏は。だったら春の方が好きかな。秋は、秋かわいいね。ポロシャツインしてるんだ。冬は、あ、これはちょっと柄すぎるかな。なんか先生にこんな人いたよね。じゃあちょっと春がいいかな。一番これがかわいかったかも。うん、これでクルーソックス、これはもともとあったやつ。おなんかあんまり私のアバターがそんなに気に入ってない感じがするんだけど、嫌そうですよ、すごく。あー、なるほど。ちょっとおしゃれな感じ攻めてますね、ポケモンさん。これベレー帽がいいの、これ高いの買ったからさ。いや、全体で見ると秋か、秋が可愛いか。いや、これにするか。これで設定変更して。てか、いつになったらなんかダウンロードコンテンツ始まるんですか。なんかずっと私ツイッター張り付いてるんですけど、全然ダウンロードコンテンツ来ないぞって話になってますよ。どこから行くんですか。ねえねえ、ダウンロードコンテンツってどうすんの、ここどこ。え、迷子なんだけど。ちょっとポケモン厳選していい、一匹連れて行きたいから。ちょっと風間連れて行こっかな。ちょっと風間一匹連れて行って、うん、後のパーティーをそれこそ現地で捕まえてこようかなと思います。で、ダウンロードコンテンツどこで始まるの。ポケットモンスターバイオレット、ダウンロード更新してきたぜ。雨降ってんぜ。何があった、このダウンロードしてる時間に。トロトロトロと。どうも、アジローさん、ジニアです。あ、先生、ジニア先生、どうしました。宝探し中すみません。実はアカデミーでは毎年この時期に他校と合同で林間学校を実施してるんです。あ、そうだ、林間学校だ。なんと、アジローさんがそのメンバーに選ばれました。まあ、言ってもね、チャンピオンになった男ですもんね、アジローは。林間学校の行き先は北上の里という東方の地です。場所が遠いので、今回は特に参加人数を絞ってまして、行けるのはすごい確率なんですよ。あ、そうなんだ。じゃあ、ネモとかもみんな行くのかな。詳しい説明はアカデミーエントランスホールで行います。もちろん強制ではありませんが、またとない機会ですので、興味があれば参加してください。それではよろしくお願いします。言ってもね、課金してまでダウンロードコンテンツを買ってるから行かないっていう選択肢はないんですけど、なんでこんな雨降ってんの。いや、久々ですね。ちょっとパーティーもさっきね、ちらっとやったけど、絞り込んではきたから、まあおそらく向こうで新しく出会えるポケモンと、また新たに旅をしていけたらなと思います。ね、なんでこんな雨降ってんだろうね。いやーね、ほんと。始まりが雨なんてほんと最悪よね。傘とかダウンロードコンテンツでないんですか、こういうの。
さあ行こう。お、え、これか。ジニア君が言っていた林間学校の生徒はって言いながら私のことずっと見てる。僕です。なんか派手な姉さんいるな。もしかして君が。そうだね。あ、なんかかっこいいイヤリングしてる。林間学校に選ばれた。名前は確かアジロー。アジローです。スシロー、スシローみたいな。スシロー。アジローくん元気いっぱいでとっても輝いてるね。そう、でもびちょびちょなんです今。おー、テラストローブを持ってるのかい。さすが資源が潤沢なパルデア地方の学校。いや、君が特に優秀なのかな。そうなんです、僕優秀なんです。おっと、すまない、申し遅れてしまった。私はブライア先生。遅れてすみません。先生、でもリニア先生がメインになってくるのかな。あ、次郎さん、入学早々林間学校に行けるなんてとってもラッキーですね。いや、この先生いいけどな。いいな、僕も行きたいな。行かないんですか。ジニア先生ポケットにそんな本詰め込んで重たいでしょ。あ、本怒られるんじゃん。あ、ブライア先生失礼しました。ご紹介に預かった私がブライアだよ。ブライアってブライア先生、ブルーベリー学園で教師をしてる。あ、合同って言ったの。そのブルーベリー学園バッテリー少なくなってる。ブライア先生、一種地方の学校の教務主任さんなんですよ。一種地方、私がやったことないだけで過去にその作品があったりするのかな。今年はブルーベリー学園が生徒の引率を担当するので、八郎君を迎えに来たのさ。北上の里は田園風景が有名。ひなびているが不思議な場所でね。ひなびている、パルディア地方のテラスタル現象と同じエネルギーが検出されてるんだ。なるほどです。私も引率ついでに調査できるのが楽しみなのさ。へえ。いずれはパルデアの大穴ライブもじっくり調べさせてもらいたいね。あそこ危険ですよ。あそこはポケモンリーグやクラベル先生の許可がないと何とも。わかっているとも。申請はしているので良い返事を期待しているよ。うん。でもね、ジニア先生も行きたいと思ってんじゃん。ん？あ、アジロさん置いてけぼりにしてすみません。いいですよ、全然話進めてもらって。とにかくですね、林間学校は宝探しの舞台をパルディアの外まで広げられるまたとないチャンスです。図鑑アプリをアップデートするので、スマホロトムいいですか？どうぞ。いや、さっきからアップデート、アップデート、ダウンロード、ダウンロードですね。あ、私のニャオハスマホ、見てください。かわいいでしょ。アジローのポケモン図鑑に北上図鑑が追加された。やったー！ただでさえパルディアの図鑑さえ全然なのに。はい、完了。これで北上のポケモンも登録しまくりですね。親御さんの許可は取ってますので、ぜひ楽しんできてください。嘘、お母さんそんな許可勝手に。僕知らないんですけど、その許可。じゃあもう今から行くの？どうやって行くの？あは、ジニア君は分かりやすくてチャーミングだね。好きですか？好みです。さて、アジロー君。北上の里へは飛行機やバスを乗り継いでの長旅になる。え、そんなに？北上の里へ旅立つ準備ができたら声をかけてくれるかな？お、もう行きたいんですけども。え、っていうか僕一人ですか？確かになんか厳選に厳選を重ねたって言ってたけど、一人ですか？アジロー君、北上の里へ旅立つ準備はできたかな？はい、行きましょう。行きます。よし、他の生徒が揃ったら出発しよう。メンバーくじ引きで決めて、みんな初対面との情報だ。くじ引きなの？引率としてついていくが、私自身も楽しませてもらうよ。え、ってこと、新しいキャラクターも出てくるってこと？ところで君はバイオレットブックを知っているかな？あ、知ってますよ。なんかペパーが持ってたやつよね。さすが世紀のオカルト本だ。この本の著者ヘザーは私の先祖にあたるものでね。私は彼のオリジナル本を持ってるんだ。へえ、オリジナル。あ、それですか。見たまえ。出版された本では塗りつぶされて読めないページさ。あ、なんか塗りつぶされてたな、確かに。円盤ポケモン。観測隊員とはぐれた時、大穴の奥底で私は不思議な物体を見つけた気がする。ふわふわ情報書いてんやん、バイオレットブック。気がすること書いてんやん。ポケモンなのか生きてるのか、それすらわからない謎の存在。彼の外角は六角形が多層的に重なった構造になっており、宝石よりも光り輝いていた。その形はまるで円盤のようだ。六角か。
電場のポケモン。この生物を仮にテラパゴスと呼称するが、彼の体そのものがポケモンを輝かせ、結晶化する要因となる物質ではないかと推測する。このポケモン自体がもうテラスタルしてるってこと？なんかあるもんね。結晶が結局そのオーブの形っていうかね、その秘密になってたけど。描かれているポケモンの名はテラパゴス。ヘザーがエリアゼロのさらに奥で出会ったという謎のポケモンだ。世間には信じられていないがね。なるほど。だからオカルト本ね。私の夢はテラパゴスを見つけ、ヘザーの正しさを証明すること。とはいえエリアゼロに入る許可は未だ得られない。なるほどです。いや何、大丈夫さ。今できることをするつもりだよ。プライ先生、用意できました。これがそのくじ引きで選ばれたメンバーですか？超モブなんだけど。ちょっと待って、僕の気合の入り方は恥ずかしいんですけど、全員揃ったようだ。それではみんな北上の里へ出発だ。やったー。じゃあこの子らも友達になれるの？まあ言っても飛行機とバスでしょ。その間めっちゃ仲良くなってんじゃん。海竜も一緒に飛んでる。かわいい。あれ、誰の海竜？海竜のが早いぞ。さあ、お、ゼロの秘宝。お、いいですね。いや、なんかドキドキするな。結構この、スカーレット・バイオレットもめちゃくちゃ面白かったじゃん。このポケモンって。前編、緑の仮面。あ、これ緑って読んで、ずっと青って読んでたわ。緑の仮面ね。いや、なんかドキドキするし、その CM とかで見てた感じも、こう、なんて、田園風景がそれこそ日本っぽくていいよな。これさ、ここさ、なんか、アニメのポケモンでこんなワンシーンなかった、ここ。女の子が朝学校行くシーンで。やっと着いた。飛行機とバス座りっぱなしでお尻が痛いわ。母、長旅ご苦労様。みんな揃っているかな？はーい。あ、揃ってまーす。さて、ここが北上の里。今から始まる林間学校の舞台だ。もうすでにキラキラしてんな、あそこ。あ、いるいる。あ、確かに本編の方ではいなかったポケモンもいるわ。私も来るのは初めてだけど、田園風景が輝いてるね。いや、私こういう風景の方が落ち着くんですよね。なんならそれこそこういう道を学校帰り歩いてたって感じだから。懐かしいな、なんか。その先は水力探、私たちの拠点となる村さ。先生、ちょっと気分悪くて、ゲーでそう？大丈夫？それは大変だ。乗り物酔いだろうね。しばらく電話見ながらみんなで一休みとしよう。大丈夫？もう、アジロがすごい心配そうにしてたな。アジロ君ちょっといいかな？何？なんか、ゲー袋みたいな。私たちの到着をこの先、水力探、公民館の管理人さんまで知らせてくれるかな？あ、了解しました。体調不良の生徒がいることも伝えてくれるとありがたいよ。わかりました。はい。うん、頼もしいね。私は彼のお世話をするので、よろしくお願いするよ。了解した。大丈夫か？ゲー出そうな子。なんか、ゲー、びっくりだ。ゲー出てんのかな。 大丈夫？頭、小田君並みに痛いよ。大丈夫？いや、もう、あんまそこ、下、ベンチの方見ん方がいいんじゃないか。田園風景見なって言ってたやろ。こっち見た方がいいんじゃないか。先生、私たちの到着をこの先水力探公民館の管理人さんまで知らせてくれるかな。了解しました。お前らも心配してやれよ。僕初海外。なんだか匂いが違うね。あ、やっぱ海外扱いになるんだ。なんか日本っぽいからその感覚なかったわ。あの子大丈夫かしら？バスすっごい揺れたもんね。あ、そんなに？なんかもうすでにさ。ちなみに、この子たちって、あ、待って待って、待って待ってて。あ、なんかめっちゃ目つけられてんねんけど、すでに。怒られてる、怒られてる。どのぐらいのレベルなんだろう。ちょっと一回戦ってみるか。かわいい。かわいいんだけど、このワンコ。何こいつ、狼。見えない。風間型破りだ。ポチエナ。あ、でもレベル的には55とかなんだね。正直さ、今、なんていうの？タイプ相性とか私わかんなくなってきてるから。あ、でもポチエナか。かわいいな。なんか前編後編で追加されてるポケモンが違うって言ってたじゃん。その辺も楽しみだよね。まあ前編のうちで、こう、会えるポケモンっていうのは、それこそ仲間にしていけたらいいなと思います。で、ポチエナいっぱいいる。じゃあとりあえず公民館の方向かってみるか。まあとりあえずゲーでそうって言ってるもんな。まあ最悪吐いたら吐いたで、それも一つの思い出としてね。お、なんだこの子。ん？卵みたいなのいる。
来てみ来てみ見せて。え、何この子、柏餅みたいないるんだけど、この子誰、くるみる、くるみる、分かんないな。まあ、とりあえずやっちゃいましょう。記念のくるみるフルボッコ、アイテムとかも取って、うわ、なんか田園いいね、なんかすごくワクワクするわ。まあ言ってもこれが日常なんですけど、入っちゃあかん絶対入ってあかん、靴抜けんくなるで。あるよね、こういうさ、田園の中入ってしまうと靴が抜かるんで、もう二度と出れなくなってしまうみたいななんかトレーナーいたよな。キャッ、どうされた、お困りですか。え、何その服、あ、可愛いんだけど、それ脱ぎな、あなただってパルデアの人ですよね。え、ちょっと可愛いんだけど、この子、その服脱ぎな。お祭り少女の眉、え、眉可愛いじゃん。アメ玉、わ、何こいつ、知らない、いたっけ、いたのかもしんないけどさまあ言っても今ね、こっち風間一体しかいないから、でも負けたら終了なんですよね。早いうちにこう自分の味方っていうのをね、ポケモンをゲットしていかないと。え、で、眉それかわいい、 D ちゃん誰それ、あー、なんかチリンチリン、いや、かわいい、あ、でもいいな、なんか同じ言ったらバイオレットではあるけど、全然楽しいわ、なんか新しいポケモンをまた始めてる感覚ある。で、なおかつずっとそれこそ一緒に旅してきたパーティーのこの風間が一緒にいるから、こう本当に一番最初からっていう感覚はないしね。いいかも、このポケモンのダウンロードコンテンツ。どうしようかな、なんか新しいポ、あ、この子知ってる、めっちゃ懐かしい、糸丸さんだっけ、金銀とかにいたよね確か、あの子めっちゃ覚えてるな。こうなんか虫ポケモンが多いのかな、見た感じ、パッと見た感じね。うわ、なんかこの風景いいな、すごくいい、ドキドキしてしまう。まあ言ってもね、私が今住んでるとこもこういう、あ、何あいつ、何あいつ、あ、柏餅か、これはさっきの、もう名前忘れてるわうわ、こう、あ、ロコンいる、え、ちょっと待って、ロコンいるんだけど、かわいい。で、ここが公民館って、公民館っていうあたりがもうすでにね。あんのかな、都会にも公民館あるか。え、ロコンかわいい、あのおじいのロコン奪う。あ、そうだ、なんか新キャラクター情報でこの子たちいたよね。姉ちゃん、あれあれ。この子かわいいよな。こっちのなんかブルーベリー学園はなんかこの、なんていうの、ブロック兵みたいな。ガンデでガスタンクみたいな。プロパンガスみたいな。え、あんたがパルデア地方のアカデミーの生徒ってやつ？あんた。かっこいいだろ？ちょっとおしゃれに見えるだろ？都会っぽいだろ？スグリ黙って。私はゼイユ。スグリとゼイユ。残念だけどよそ者は水力タウンに入れてあげないの。え、なんでそんなこと言うの？田舎民の悪いとこ出てる。どうしても入りたいなら私と勝負しなきゃダメ。姉ちゃん戦いだけ意地悪。すぐうるさい。この子、え、ゼイユめっちゃ可愛いんだけど。弟無視していいから。あ、いい兄弟ですね。それじゃあ位置につきなさい。はい。え、ちょっとこの女の子めっちゃ可愛いんだけど、よそもんに厳しいタイプの田舎もんだ。よそもんに、都会から来た人たちに石を投げるタイプだ。たっぷり遊んであげる。え、しかもめっちゃ美人だしね。え、でも何体も使うの禁止ね。こっちさ、まあ、ダウンロードコンテンツだからって、息があって一匹しか連れてきてないし。さあ、やるぞ。ポチエナ。この子知ってるぞ。この子可愛いよね。いけ、風間。いや、風間いいよね。ようこそ北上へ。まずは土の味、噛み締めなさい。わかりました。いや、田舎民の悪いとこいっぱい出てるけどな。もうあ、レベル60。あ、さっき戦ったから、フェアリーが効くんだね。いけ、風間のドレインチュッチュだ。お、効果抜群。いや、このワンパンで倒すのよくない、本当に。タイプ相性知ってたんだ。まあ一応、ポチエナに限っては知ってますよ。で、一応この回復していく。相手のポチエナから体力吸い取った。え、いいな。なんか後ろのさ、黒金ジャージの兄さん気になるよね。あ、ゼイユ、ロコンも持ってるよ。ずるい。ずるい。え、ロコンめっちゃ可愛いんだけど。風間イカサマチだ。
なんか情報ではさ、そのなんかどこか地方のロコンがいるっていう情報を私聞いてるんですけど、北上の洗礼どうだった？私もほのぼのしいんだけどね、絶対思ってない、絶対思ってないですよ。行ったれラスターカノン見せちゃれ。あ、全然だバッテリー少なくなってる、やばい、ね、やばい、バッテリータイプ相性知らないのよしよ、足りないんじゃない、頭大丈夫そうみたいな知らない言うな、あ、やばい、ダメダメダメ、炎はね、この子弱いんですよ。ちょっと待って、ちょっとめっちゃ煽られてんねんけど、風間やけどおったし、やけど大丈夫、風間でもね、次で多分いけるでしょ。タイプ相性知らないのって言われたけど、あとワンパンでいけるから、もうデカハンマーでいけるんじゃない、いったれー、潰せー相手のロコは倒れた。いや、なんかね、いろんな見渡す風景が全て田舎っぽくていいんだけど、やけどのダメージを負ってる。え、まだ出んの、チャデス、あ、それってなんか今回のこの新作なんでしょ、この子チャデスさん、デカハンマーも使えないからイカ様かな、いったれ、効果抜群だ。でも抜群であれか、やったね、チャデス、シャドーボールで分からせなさい、テラスタルすんちゃん、お前、え、ずるいずるい、あ、せんのかーい、そして当たらんのかーいいや、もう、いや、もうやめてあげて、でもデカハンマーでいけるんじゃない、よほどその効果が今一つでなければ。よし、相手のチャデスが倒れた。あれがね、今回のダウンロードコンテンツの進歩系なんですよね。ゼイユとの勝負に勝った、やったー、どんな気持ち、あんた何なのよ、石投げられるんでしょうね。 あそこなんかポケモンセンターみたいなのあった、行きたいな。ほんと風間が倒れたらおしまいなので、わやじゃ、姉ちゃんに勝っちまったわやじゃわやでしたね、悔しい、私が負けるなんてありえないのに。いいですね、この兄弟好きかも。まあギリギリ合格ってとこかな、仕方ないね、あんたなら私の射程として村に入ってもいいってことに。怒られる、お前か、こりゃ勝手に何やっとるし、めんどくさ都会民とジジイに厳しい全員。行くよ、すぐ。姉ちゃん待って。全員。おじいさん。いや、どうもどうも、アカデミーの生徒さんですよね。私は村でいろんな施設を管理している管理人でして、皆さんのお世話をさせていただいてます。あんたさん、さっきあの兄弟から変なことされませんでしたか？なんか石投げられました。あ、されました。はい。されましたね。いや、あの子ら特にゼイユはどうも昔から手がかかる子で、ご迷惑かけてたらすみませんな。いいですよ。そんなゼイユ、僕好きです。なんとバス停で体調の悪い生徒さんが、すぐにお薬持ってお迎えに行きますんで。お、ダッシュで行ってこい。あんたさんは先にそこの公民館で待っててください。それではどうも。いや、いいじいさんですね。小走り小走りダッシュじいさん。あれ多分ポケモンセンターだよね。ちょっと回復していいですか？ちょ、うちのデカヌちゃんがやられちまったんです。あれ？え、なんかギャルじゃねえ？こんにちは。こちらポケモンセンター。お使いのポケモン休ませてあげます。お前、田舎の看護師全員ギャルだと思うね。はい、お疲れします。まあ確かにそうだけどさ。いや、そうだけど、まあ、看護師なんてみんなこんなもんだと思ってるけどさ。恥ずかりました。デカヌちゃん元気になりました。またよろしくでーす。田舎バカにすぎだぞ。あれ何？あれショップか？見してみ。なんか駄菓子屋みたい。はいはい、いらっしゃい。ゆっくり見てってね。あ、着替えを買う？え、何があんの？およくまん、手編みの靴下。え、おばあの手編みなんだけど。え、嘘？見してみ。いや！手編み感がない。え、ちゃんとなんか工場で作られたような手編みの靴下が。いや、もう、いや、もう全然普通の靴下、もっとクソダサい方がいい。手編みの手袋。はい、いらないです。他にも欲しいのあったら教えてちょうだい。道具って何やるんだろう。あー、まあ、傷薬的なものね。まあ、この辺はもう、私本編の方で全然使ってなかったからね。うん。ないです。
もっとね、駄菓子みたいなの売ってほしいんですね。こことかないんですか。いろんな雑貨に紛れて埃をかぶった置物があるある。一生使わんだろうってやついっぱいあるもんな。え、ロコンどこでゲットできるの？え、ロコンどこでゲットできるの教えてよ。この先登ってくと北上センター、そこそこ山道だからファイトだよ。ファイトだよ、ロコン。お、あ、これ糸丸さんか。で、ウリム。あ、パムパムがおる。パムパム、パムパムいるんだけど。いや、もう、いや、パムパム私写真全然撮ってなかったから。あれ、パムパムは、あれ、パムパム、あれ、あれどこ、パムパム、パムパム、あれいないんだけど、あれ豚しかいないんだけど、あれパムパム、いやパムパムかわいい、いやパムパムめっちゃかわいいんだけど、この子、この子ゲットしていいですか。この子、エイパムさん味方にしたいです。タレボコボコにしてやれ、ラスターカノン。あ褒めてもらおうと急所に当てて、お前、まあ、いいことやけど、風間はそういうとこがあったな。確かになんか激重なとこあったよな。と記念の一匹をゲットしたいんですよね、冒険の始まり。何こいつ、あ、どんぐりみたいないるんだ。うわー、なんか知らない子いっぱいいる。あれ、パムパムは、あ、あ、かわいいかわいいよ。でも今ちょっとパムパムが欲しい、私。パムパムどこだよ。いやー、かわいいのいる。いたよな、こいつ誰だっけ。なんか金銀のポケモンスタジアムでめっちゃ遊んだ記憶あるわ。パムパム、来た、私のパムパム。いるわ、パムパムが。能天気に歩いていらっしゃるわ、あのパムパム。パムパムを後ろから。おら来い、パムパム。野生のエイパムを不意についた。いいじゃないですか、風間型破りやで。お、エイパムさん。でもなんか戦ったらこれはもうダメなのかな。ドレインキッスぐらいだったら、いい感じに減らせる。お、いいんじゃない。不意をつかれて動けへん。これで、いやもうモンスターボールダメかな。57レベルでしょ。ハイパーボールとかだったらいける。いったれ、パムパム。来い、パムパム。あー、パムパム。来い、パムパム。やったー、パムパム。やった、エイパム捕まえた。おなかポケモン。手より自在自由自在に動く尻尾を巧みに操りながら高い木の上で暮らしている。お、いいじゃん。なんか直立してると、お前気持ち悪いな。いや、何しよっかな。あ、ちょっと、あ、ちょっとニックネームなしでつけちゃった。今から変えるから待ってて。ちょっとこれでいっか。パネ春風。よし。いや、パネ春風を仲間にできたから、いや、とりあえずじゃあ公民館行くか。記念のね、一体目はゲットできたからね。あ、ロコンよ。ロコンよ。やだ。ロコンよ。いや、かわいい。いや、この子かわいい。ちょっとロコンさんかわいいわ。ほら。記念の一匹目って言った割に。いや、ロコンさんかわいいわ。これキワキワまでいけるんじゃん。あ、いいんちゃん。煉獄、いや、ちょっと怖い。いや、怖い。可愛い顔して、バカいかつい技使う、ちょっとロコンさん。ちょっともう、ちょっともう、うちの風間くん、ちょっとそういうの弱いからやめて。オッケー。やったー、ロコン捕まえたぞい。記念の一匹目って言われに、しっかり楽しんでいらっしゃる。いや、だってロコンさんはみんな欲しいんちゃん。キツネポケモン。いや、もう可愛い。この子可愛いよ。いや、こうだね。東通るかな。東通るを手持ちに加えました。まあ、ぜひね、東通るに関しては、あっちの、
ジャッジアイズシリーズのねゲームを見ていただけたらと思います。めちゃくちゃ可愛いので。公民館。え、でも、まあ、あの、そろそろこんだけ時間経てばゲー吐きそうな子ももうゲー出なくなってるし。いや、でもなんかこの村とロコン持ちすぎかな。うちの東くんがパッとせんくなってしまいますね。一回ちょっとじゃあ回復させて公民館入ってみるか。いや、なんか向こうにある家とかもさ、すごいなんか懐かしいっていうか、地元感がすごいわ。はい、預かります。ギャル、ショートパンツ、タンクトップでやってんねんけど。バカー。いや、なんか、ん？なんか止まったぞ。ん？何？イベント？おう。まあ、ここが多分公民館ってことよね。皆さん、こちらです。遅かったね。いっぱいポケモンゲットしちゃったぞ。アジロー君、伝言ありがとう。彼の体調も良くなったよ。よかったね。はい、こちらが公民館。これから皆さんが寝泊まりする施設です。予定ではブルーベリー学園の生徒さんと合同で宿泊のはずだったんですが、クレープアカデミーの生徒さんだけで使っていただくことになりました。え、なんで？いいの？あの子たちはこの村がふるさとだからね。あ、そら家帰りたいか。それではさあさあ中へどうぞどうぞ。そらそうだよね。私も全然、なんか林間学校って言われても近くに家があるなら帰りたいわ。さあさあ、ずずずずずいと入っていただいて、ずっとバッテリー少なくてごめんね。あと遅くで大丈夫ですよ。泥汚れがひどい時は入り口の水道で洗ってくださいね。はーい。え、なにこれ？チリンチリンのお寿司みたいなんねんけど。あれ何？教えなよ。内装綺麗でしょう。新しい施設なので都会にも負けない設備が揃ってますよ。おー、あ、なにあれ？ここはフリースペースです。テレビを見たり雑談したり。自由に使ってくださいね。食堂はあちらで、トイレはこちら。はい。トイレとか使えるのか？休むときはあちら奥の部屋を使ってください。個室はちゃんと人数分ありますからね。説明はこんなところですかな。うわぁ、そんな感じなんで、なんか、適当ですね。何か困ったことがあれば、受付のスタッフに行ってくださいね。ご説明感謝いたします。こうなんかしおりとかもらえたりしないんだ。ではこれからお世話になるスタッフの皆さんにご挨拶しましょうか。いい林間学校っぽい。お世話になります。よろしくお願いします。お世話になります。クソガキ来たって思ってたりしないかな。礼儀正しい子ばかりでおじさんとっても安心です。自分の家だと思ってくつろいでくださいね。今日は長距離の移動で疲れたでしょ。少し早いけどディナーにしましょうか。お、いいね。いっぱい用意してるので遠慮せずお代わりしてくださいね。はーい。アジローが全然乗り気じゃない。ディナーか。なんかそれこそこの土地ならではの食べ物とか、ごちそうさまでした。ご飯見してよ。この土地ならではの。夜は自由行動ですが、林間学校本番は明日の朝から。寝坊しないように早めに寝るようにね。はーい。本当に寝る気？え、でも自由行動なんでしょ？公民館の。ようこそ。パルデアの学生さん、ようこそいらっしゃいました。ここ北上公民館では観光支援をしています。お持ちのスマホロトムでバッグなどを開いた時の上下の枠の色、今いるマップによって色が変わるようになってるんです。へぇ。スマホロトムの上下の枠の色、設定変更されますか？え、マップで変わるのまま。え、パルデアから、いや、なんかあれでしょ、ダウンロードコンテンツならではなんでしょ。それでは今のまま北上観光をお楽しみください。はーい。トイレ女子となんか変な動き出しない。なんかアジロスーってなるよね。男子トイレ、トイレ入れたりはしないのか。多目的トイレ、あ、なるほどね。いろんなトイレがあるんですね。公民館使用料値上げのお知らせ。うわー、ここでも値上げですよ。ポケモンの世界でも値上げが適用されている。アジロ近いよ。テレビあんま近いとね、目悪くするからね。タブレットの充電切れている。こっちは？ん？北上の料理ヘルシーなのに美味しい。外出る。ちょっと自由行動なら行ってきます。外出歩くのやめておこう。なんでだよ、自由行動だっつったろ。これ何？人気に育ってるやつ。お前じゃねえし。生け花で作られた生け花なんだ。ごめんね、寿司とか言って。え、じゃあ寝よっかな。なんか外出歩くなって言うんだったら今日はもう休もうかな。
おはようございます。みんなおはよう。よく眠れたかな。本日からブルーベリー学園の生徒も一緒に行動させてもらうよ。この二人がそうなの？自己紹介をお願いできるかな。はじめまして、ジェイユです。よそもアカデミーの皆さん、仲良くしてくださいね。ふふ多分悪いやつなんですよ。え、でもゼイユ超好き。スグリです。いや、この子なんか方言なんかバリバリ出そうな気するんよな。二人はこの村出身なんで、何かあれば助けてもらってください。ちゃんと助けてあげなさいよ。はーい、絶対助けねえあいつあ、それでは林間学校の課題を説明しますね。課題の内容はオリエンテーリング。皆さんには二人一組になって、北上の里に設置されている三つの看板を見つけてもらいます。二人一組？看板には北上の昔話が書いてありますので、読んで歴史を知ってもらい、看板と一緒に二人のツーショット写真をスマホやカメラで撮影していってください。三つの看板でツーショット写真を撮れたらミッションクリアです。いわば北上の歴史を探検するオリエンテーリングツアー。おじさんから長い話聞くより全然面白そうでしょ。ちゃんと趣向を凝らした課題ですね。いや、おじさんの話も聞きたいけどな。そうだ、みんなに贈り物があるんでした。ロトリボー。え、何これ、そんな誇らしげな顔してるけど、何ロトリボーって。大切なもの、大切なの、何ロトリボー、何これ。あ、自撮り棒かもう少し遠くから撮影できる。あ、そうなんだ。あ、いいやん。あ、めっちゃいい。都会で流行ってると聞いたので、撮影の時ぜひ使ってください。私が考えたナウ一撮りポーズも教えちゃいますし。すごい、夜中いっぱい考えたんだろうな。お、管理人から、決め顔エモート教えてもらった。な、ナウイ、今時ってことですよ。林間学校は学校間の交流も目的の一つです。北上に詳しい人がいた方が有利な課題でもあるので、できるだけ他の学校の生徒とペアを組んで交流するようにね。え、でも2人しかいないで。え、どうすんの。どっちかと組めるってことなんかな。え、どうする。え、芸少年一緒に組むか。知らない人とペアちょっと恥ずかしいな。え、4人じゃん、こっち生徒が 1,2,3,4 いるじゃん。まあ、スグリかゼイユかで、先生かジジイってこと。ジジイ一緒に行くか。じゃあ、で、有兄弟に困ったらすぐ教えてくださいね、はい、え、どうすんのね、みんなどうすんの。みんなどっち派。アカデミーの生徒は4人、ブルーベリー学園は2人。最低でも1組はアカデミーの生徒同士になるね。あ、そうだよね。え、じゃあレイユってこうなんか裏表ありそう。お、分かってんや、あいつは裏しかない。え、じゃあ芸少年一緒に組むか。知らない人とペアちょっと恥ずかしい。え、全然アジローと芸少年でいいぜえ、どうすんの。え、ゼイユ、じゃあ一緒に行く。あんた、アジロって言うんでしょあんた、あたしらと交流しに来てくれたんだいいえしに来てねえし。話しかけたって違うの、あんたって変なやつ。そうだ、昨日からすぐが弟があんたに夢中なのよ。あ、マジ。家でもあんたのことばっか話してて、ほんとうるさいって言ったら。バカ姉ちゃん、なんで言うの。誰をバカと手出るよいや、なんか姉ちゃんと弟って感じする。なんか兄ちゃんと妹ではこれないもんね。うー、かわいそうに。ほら、一丁前に恥ずかしがってる。いや、お前のせいだって。この子口下手でさ、自分から言い出せないだろうし、あんた弟と勝負してやってよ。あ、勝負すんの、いいぜ。あんたって意外と優しいんだ。まあな、向こうが優しく接してくるんだったら優しくするって決めてるから。ゼイはちょっとまだ生意気。弟も喜ぶよ。すぐアジロー勝負してくれるって。え、どう、ポケモン増えたぜ。わ、わやじゃ、いいの。いいぜ、わやでしょ。いいの、いいの。それじゃあ位置につきなよ。みんなも場所開けてやって。わやじゃ、俺蹴っ張るね。蹴っ張る、蹴っ張るってなんだろうさあ、ここですぐとの勝負か。この子可愛いよな。でもなんか姉ちゃんが気強い分、すぐりがすごいなんか可愛らしく見えてくるね。あ、おたち可愛い。けっかざま。
をゲイ少年も応援してくれてる。わあ夢見たい、嬉しい、戦えんの。いや可愛い、すぐに普通に可愛いんだよな。すぐりファンめっちゃ増えそうな気するわ。え、とりあえずデカハンマー決めとくか。いったねー、初手一発。かわいそう。いやおじいが楽しそう。何匹いたっけ、姉ちゃんと一緒で3匹ぐらいいんのかな。ヤンヤンマトンボだよね。いやとりあえず家帰ってみるか。いやパネハルカド行ってこい。風間交代、戻っといで。いやせっかく捕まえたしね。いけパネハルカゼ、いったれパムパム。すぐにはヤンヤンマを繰り出した。トンボだもんね。トンボで虫だったっけこいつ。とっておきって何、戦闘中に覚えてる技を全て使うと初めて出せる。あ、そんなんがあんだ。投げつける。まあ、道具持ってないから割るだけにしておこっか。けっぱれヤンヤンマ、羽を鳴らして。どういうこと、けっぱれって何、頑張れみたいな、やってやれみたいな感じかな。虫のさだめ、バネ春風。やばい、バネ春風がやられてしまうんだけど。悪だくね、特攻グーンと上がった。ちょっとやばいって、ダブルアタックだ。けっぱれヤンヤンマ、風を切って、耐えろバネ春風、バネ逃げて、バネ逃げて。いや、パネ春風倒れたんだけど、クソパネ。ね、よくやった。で次は、東徹に行ってもらおうか。行け、東徹。その可愛さを見せつけてやれ。この煉獄っていう技面白かったからね。これ見せてやれよ。めっちゃ怖かった技。いやー、東徹の煉獄だ。お、いいやん。効果は抜群だ。やけどえ、やけどえ。弱点差いっぱい使えてる。何パネ春風のことなかったことにしてる。言ってももうやけども負ってるし、炎の渦とか出んじゃない、多分勝てるでしょ。あっギリ耐えた、えらい炎の渦。お、いいですね、効果は抜群だ。2体しかいなかったもんね、すぐは。お、いいんじゃない、春風のなんかいい機会を与えてやりたいな。わやじゃ。これかわいい。ナイスファイト。ありがとう。交流時へ、お疲れ様。青春がストライクだね。どういうこと。やっぱわやじゃ。強い、アジロー強い。ありがとう。すぐは私の次くらいに強いのになかなかやるよね。まあ、圧倒的自分の方が上ということを忘れない。うん、オリエンテーリングだっけ、2人組でやるやつ。あんたさ、あれすぐとペア組んであげてよ。あ、全然いいよ、一緒に組む。え、だ、ダメ。え、なんで。ダメなの。何がダメよ、私ら組んでも意味ないし。アジロ以外のよそ者とやんの。それは、あいつ普通によそ者って言った。これ照れてるだけ。私は適当にやるから弟のことお願いね。いやー、でもこいつも好きだけどな。そっか、じゃあすぐ一緒に行こっか。スムーズにペアが決まったやつね。今のがスムーズに見えましたか。それでは皆さんのスマホロトムに看板の場所を登録しましょう。お、いいですね。それではオリエンテーリング開始です。傷薬やポンスターボールなど道具が利用になった時はあちら桃沢商店でお買い物してくださいね。看板さ、村の西のリンゴ園の先、トモッコプラザから行くのがいいよ。トモッコプラザ近いし、順番通りで分かりやすい。俺、迷惑さかけるし、離れて、え、なんで一緒に並んで行こうよ。なんでそんなこと言うの。え、嘘、え、別行動なんだけど。あれ、叱った方がええんちゃいます。え、叱った方がええんちゃいます。オリエンテーションってさ、あいつ誰とこんなの。あれ、あいつは、あいつ誰と来んだろ。あれ、あ、え、お前ずるいな、お前ずるい。よろしく、ゼイユさん。ゼイユなんで僕と組まへんの。よろしくね、よそも。普通な男。悪い女ですね、本当に。あ、いろいろ技も覚え直させてきたので、あ、こっち側行ってたっけ、なんて言ったっけ。あ、ガーって、え、あれ、何この子。
え、かわいい。え、なにこの子かわいい。え、なにこの子かわいい。この子かわいいわ。え、ちょっと、うちの子にならないかい。いや、もう、かわいいわ。いや、なん、ちょっと勝負しよん。ん？パシャパシャしてる。あ、なんか綺麗なお姉さん。うわ、綺麗。お、なんだなんだ？気づかなかったよ。君は、そうだ。おし、あ、当ててあげよう。パルデアからやってきた林間学校中の学生くん。まあ、こんだけ制服着てたらね。なぜそれを。狭い村だから、いろいろとね。耳に入ってくるんだよ。私はサザレ。ちょっぴりカメラ好きな旅のものさ。いや、なんかめっちゃ人気でそう。可愛いんだけど。こっちは相棒のガーディ。頭の角がキュートでそう。めっちゃ可愛いんだけど、この子。ください。グフン！グフン？いきなりで悪いけど、写真撮らせてもらってもいいかな。あ、どうぞ。好きなだけ撮ってください。学生くん、素直すぎて心配だよ。知らない人、親友すぎちゃできないな。え、マジ？写真撮るけどね。ポケモン出そうか。あれ、ちゃんと笑うから待ってよ。ポーズ決めるし。なんだか君って新鮮で面白い。私はしばらくこの村を拠点にしてるからさ。やるべきことが終わったら、また声かけてよ。北上図鑑でポケモン150匹集めたり、え、そんなに？あ、マジ？あ、っていうことは、今回、あれですか、ちゃんとポケモン集めた方がいいって感じかな。私、パルデアの時って本当に、全然ポケモンゲットしてなかったよ。っていうことは多分した方がいいってことですよね。いや、この風景がさ、友達ん家だもんな、どう考えても。いや、この家の感じとか、もうめちゃくちゃ私ね、友達ん家なんですよ、こういうの。この田舎の街というかね、うわ、いいわ。うわ、いいわ。なんか、そわそわしてしまうわ。うわ、なんか、あるわ、こういう家。うわ、そわそわしてしまう。え、どこ行くって言ったっけ？で、結局なんかペアで行動するとは言ってたけど、そのとこ歩いたらあかんで。なんか、離れて行動するって言ったもんね。なんだったっけ？何くんだっけ？忘れたんだけど。まず行くのが、マップアプリ上で LR を押すと別のマップに切り替えられます。はい。ここ行くと、トモコプラザって言ってたよね。ここで写真撮るって言ってたから、じゃあとりあえずそっち方面行くか。なんかせっかくだしさ、走ってきたよね。まあ確かに、なんか、あれも大丈夫、いると思うんだけど、あの子、あの、ノルコ。久々にポケモン開いてるから全然わかんなくなっちゃってる。あ、ボだ。えいヘビよまあとりあえず使う使わないは一回置いといて、なんかポケモンゲットしていけって感じだったから、ひたすらゲットしていこうかな。いや、ちょろすぎよ。お、これなんだい？もう全然進まねえよ。これあれじゃん。顔入れるやつじゃん。いや、ちょっと下手くそか、お前。どうすんの？これいるか？こっち向いて。取れるか？ちゃんと。あ、いいんじゃない？あ、いいんじゃないか。お前楽しそうな。林間学校めっちゃ楽しんでるよな。あれもなんかバトルできる姉さんっぽいよな。うわ、へそ出し姉さん。うわ、ギャル絵かわいいんだけど。え、めっちゃかわいい。この先はトモコプラザ。入る前に一勝負ね。はい。いや、なんか田舎だからかな。ギャルが多いな。いや、田舎の偏見かもしんないけど。ちょっとギャルポチエナ持ちすぎ。誰パネ春風覚えてきたから、お、いいんじゃない、活躍してんじゃん。あ、あくびされたで眠なってる。でも大丈夫、次で決めたら大丈夫だから。でも2体あるな。誰かわらわり、やったやん、やってんじゃん。多分種棒ってなんか名前的にも、あれどんぐり、あれ本当に草か、わかんないね。怖い技くらえ。いや、煉獄が強すぎるんだよな。怖いお姉さん。
変な異名つけんな。その田舎のギャルを怖いと判断するな。とパネを一回起こしておくか。と怖いお姉さん言われてましたよ。トモコプラザって言ってもトモコ像があるだけのただの空き地よ。まあ、こうやってちゃんと教えてくれるんやからいい姉さんだろうが。あ、ピチューいる。いや、かわいい。ピチューかわいい。いやー、かわいいよ。いやー、かわいいよ。寄ってきてる。パブちゃん寄ってきてるよ。かわいい。いや、でも、だって本編でも私ピカチュウっていうかライチュウ連れて歩いてたからさ。いや、かわいい。いやー。いやー。いやだってかわいいんだもん。いや、どうしても私ね、このピチュー、ピカチュー、ライチューっていう中で本当に大好きだからさ。いや、もう。いや、でもこの子は言ってもこっちの地方のピチューさんだから。違うから。いや、もうごめん。いや、もうバージョン2なんだけど。いや、もともと本編で撮れてたピカチュー、ライチューっていうのが、杉浦だったので、ちょっとバージョン2で。いや、だって、可愛いんだもん。ちょっとダメだわ。もう我慢ならねえよんだもん。これも戦えるんちゃう？スマホアプリって言ってるもんな。ってことは一回ちょっとバネ張るかというの、麻痺だけ回復させていいですか？いや、もう始まったばっかなのにポケモンいっぱい捕まえちゃった。ちょっとテンションぶち上がってる。僕って旅するスマホアプリ開発者。何言ってんの急に。スマホロトも持ってるね。おしゃれな機能追加してあげる。おしゃれな機能？何それ、アップデートされたおしゃれ機能って何？ Tinder みたいな感じ。スマホカバーの種類に対応してアプリ中の情報、あ、マジ見してみ、ニャオハン乗ってんじゃん。やっぱテクノロジーって凄まじい。え、ちょっと見してみ。え、スマホアプリというどこで見たらいいの、これ。あ、ニャオハン乗ってる。いや、めっちゃ可愛い。いや、めっちゃ可愛いの追加されたんだけど、ありがとう。トモコプラザ入るか。なんか待ってんだよね。名前がもうすでにすぐくんだっけ。あ、これ何？これか、なんか写真撮るって言ってたやつ。看板さ、一つ目。これ？ごめんな、驚いた。え、ずっと本当に後ろからついてきてたの？行ったべ、俺離れてついてくって。ごめんね。看板さ読むんだっけ？読んで、なんて書いてんの。お、俺内容知ってるからどうぞ。え、内容知ってんだったら読んでえや。え、なにこれ。え、なんかサトシみたいなの持ってんの。昔々北上の里に恐ろしい鬼がおったそうな。鬼は村の裏山を根城にし、山へ入った人を驚かしておった。昔話みたいな感じか。ある日怒り狂った鬼が山より降りて村の者は恐れたが、偶然そこに居合わせたイネイヌ様、マシマシラ様。ちょっとわかんない。わかんない。今までは結局、へーって聞いたけど、こんな昔話お母さん言ったら私びっくりするぜ。イネイヌ？マシラマシラ、まーって。そして、キチギキリスト様。一個も読めねえよ。3匹のポケモンたちが命を懸けて鬼を山へと追い返したそうな。これはそう。勇気ある彼らの村人は、彼らを村人は親しみを込めてトモッコと呼び、親しみ込めすぎ、亡骸を丁寧に埋葬し、その上にトモッコの像を建てた。トモッコ。向こうの広場にトモッコ像建ってんだ。それよりもこの伝説、鬼様がかっこいいべ。鬼？え、そっち？あ、かっこいいんじゃないじゃん。鬼が好きなんだ。だべ？アジロー分かってくれんだな。一人で複数の敵を相手したの。わやかっこいいべな。あ、なるほどね。そっちか。あ、普通は怖いのか。でも怖がらなくても平気。俺小さい頃何度も一人で夜山さ入ったけど、全然鬼様会えなかったもん。会いたかったんだな、じゃあ。大人らにわや怒られただけ。そうだろうな。看板と写真撮んだっけ。俺スマホさ持ってねえからお願いしてもいい？いいよ、一緒に撮ろっか。
いやもう、いやもう、いやめっちゃ一緒に生きってる。都会一個の味を生きってんねんけど、めっちゃ最高じゃん。綺麗に撮れてる。写真上手。ありがとう。撮ってみる？やってみ？ごめん、そんなつもりじゃなかった。けど、今度、うん。そうだね。また今度一緒に撮ろっか。林間学校とかこういうの本当はやりたくなかったけど、ちょっと楽しいかも。よかったね。里の自然歩けるし、あちらなら話せるし、鬼みたいってこと？よかったらピクニックして、サンドイッチとか。あ、出てきたわ、サンドイッチって言うけんぞ。こいつすぐサンドイッチに反応するんよ。そういえば出てきてなかったの、今回。あんま田舎ではこいつと遊んほうがいいかなと思ったのよ。あぎゃ。どや。なんだこれ、怪獣？ミライドン。出る？ミライドン。ミライドン？ライドポケモン。こんなポケモンを今まで見たことね。サンドイッチって言葉と反応して出てきたって？あげやす。作るじゃ。こんなわやなポケモンこそあるなんてすごい、わやポケモンです。マジロウは特別なんだ。だから強いんだ。次の看板は北上センターって施設の敷地内。北上センターへはこっから村に戻って橋渡って山登んだ。なんでわかんねえな。とマップ見るわ。また離れてついてくから。え、サンドイッチ？あげよ。ね、サンドイッチ期待して出てきたのに。あ、戻り？お戻り？いや、でもサンドイッチ作るのもいいかもしれないな。じゃあ次が、どこ行くって言ってました？ここか。北上の里。まあ、ここに目的地設定しておいて、まあ、ゆっくり行くとしても、ちょっとどっかで、ピクニックしたいね。あいつが出てきたんだったら。お、なんだ、勝負か。勝負するか。奥に、うわ、田舎者のヤンキーだ。いる。こういうやついる。あれ、どこ行ったん？あれ、ヤンキーいなくなったんだけど。うわ、このタイプいるわ。いるわ。黒に金ね。で、極太ネックレスね。いる。あ、いるわ。でもね、すっげえこういう人ってね、優しいから、めっちゃ優しいのよ。本当に一番優しいかもしれない。奥にあるのはトモッコぞ。トモッコ様は大昔に村を守ったヒーローなんだぜ。なんなら私の、なんて仲いい幼馴染小学生からのね、友達いるんだけど、あんな感じに育っちゃったもんな。なんかね、いかついけど超優しいよね、すごく。暇すぎるどっこいしょ。どういうこと？この辺は何かできたりしないのかな？これ何？あ、これじゃん、言ってた。なんか犬と生地となんとか言ってたやつ。これじゃん。いや、近い。ちゃんとした像に変なフィルター使うなよ、お前。うわ、怖っ。